皆さんこんにちは。森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回はバズロールについてレッスン動画を配信したいと思います。バズロールっていうのが、まあ、一体何かというと、まあ、よく映画が始まる時とかにですね、よくあるようなみたいな、なんかこういうドルルルドルルル、誰かを紹介する時とかに、はい、誰々でーすみたいな、まあこういうのはバズロールというのですが、まあドラムロールって言って、まあなんかいろいろ種類があってですね、まあ交互に叩くシングルストローク、これシングルストロークロールって言われたりとかですね、ダブルストロークを使ったロール。ロングロールと言われたりとかですね。まあなんかいろいろあるんですけど、今回このバズっていうのが、まあ、このブルーって押し付ける、このブルーっていう押し付ける音をつなげて、ロールっていうのがこうバズロールっていう言われてるものです。でまあこれのまあやり方なんですけど、まあコツをつかんでしまえば結構そんなに何も考えずにできるようなパターンではあるんですけど、まあ、とりあえずまあこう複数回スティックを、弾ませるポイント、コツをつかむ必要があるんですね。こう。で、この時ですね、まあ、うまくいかない人っていうのが、結構この手首の動きでこう叩いちゃうんですね。こう。どちらかというと、手首の動きよりかは、腕をこうまっすぐ、まあ、言うたらこうスティックをまっすぐ折る。スティックっていうのはこうバランスポイントというものをこう作る必要があって、で、言うたらまあ、その視点を言ったらこう、そのまま、スティックが扇状に動いてる。もしこう、うまくいかない人、一回こう、このまま持ったまま、こう、落としてみてください。まっすぐ、スティックをまっすぐ降りた状態で。そしたらこう、複数回、跳ね返ってくると思うんですね。で、ここの視点をちょっと強く握ると、ちょっとこう、速度が速くなると。で、それをうまくこう操ることによって、まあ、バズまあ、できるんですが、まあ、まあ、大体3発ずつぐらいですね。大体3発ずつぐらい。まあ、やりとりを。そうですね。で、まあ、リズム的なことを言うと、まあ、僕の感覚では、16分音符を叩く、体の感覚で、まあ、3発ずつこう叩くと。よし、腕の動き的には、タカ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 タ。これをまあ、大体3発ずつくらい、こう、タタ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 。で、腕の動きはこう、タカ。まあ、大体こう、ちょっと矛盾するかもしれないですけど、まあ、腕からこれは動かすと、腕からまっすぐスティックをこう下ろすような感じでいくと、そのままこうまっすぐ、跳ね返ってきてくる。で、まあ、ちなみにこれを2発で受け取ると、まあ、ダブルストロークになるので、ダブルストロークのこうスピードが上がらない人っていうのは、まあ、これでちょっと練習をすると、いいかもしれないですね。はい、そんな感じでおります。さよなら。